キャトラブどうも、キノコです。半年ぶりの武道会イベント、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今現在、見てもらってもわかる通り、ワイボ稼ぎに勤しんでいる、今日この頃です。今回の武道会にて稼げるワイボは、1013ポイントと、今回の武道会イベントでは、ワイボナーフはやってきませんでしたね。とりあえず一安心です。そしてちなみに、私が愛用しているシューカイパは、こんな感じです。パズル開始時に、全プニのデカプニを振らせてくれる、クロスエンマを鎮座させ、あとはエンマキャラの速射マン、そして、極月を入れているという感じです。そして続いて種族縛りのある時は、こちらのパーティーです。種族縛りがついた時は、エンマ族であるクロスエンマが使えないため、速射マンであるクグツナツヨミトオロキを鎮座させて、こいつらを撃ち、そしてそれでも削れなかったら、自身のデカプニが振ってくれる、祭りぬらりなどで補うといった感じでございます。そしてちなみに、10月26日の時点で、優勝回数はここまで来ました。少しペースが遅いなんていう人は、一人残さず抹殺します。というわけでこのまま、どんどん周回続けていきましょう。今回もやってきましたね。実質無特攻討伐キャンペーン。今回はルビーシュラコマというわけで、こいつを特攻なしで倒していきましょう。と言っても、今回の無特攻討伐はいつもよりもだいぶ簡単です。なんて種族制限はあるものの、ランク制限はないため、ウルトラゼットキャラが使いたい放題、さらにはバフ技も効いてくれるので、このような感じのなめたパーティーでも十分討伐ができてしまいます。速射オロキを打って、バフキャラの技ゲージを溜めさえすれば、もうこのような感じで、このステージを周回することができてしまいます。これで、難なくトリマスステージのうちの一つを余裕でクリアですね。なお、今回の武道会イベントでは、このような感じの挑戦者ミッションがあり、挑戦者をバンバン倒すと豪華なコインがもらえるミッションがあるため、どんどん周回を続けていきたいと思います。そして無事ルビーシュラコマ討伐。やはり、バフが効くステージは無特攻楽勝ですね。今回のイベントでの唯一の8周年要素といえばこいつですね。チャエンからの招待状。この招待状というアイテムを使えば、過去のプニプニのイベントへとタイムスリップすることができ、そこで待ち構える当時のボスキャラを倒すと、いろんなアイテムがドロップしてくれます。その中には、スキルボンなどのレアアイテムや、当時のイベントでしかゲットできなかったレアコインなどがドロップします。まずは招待状丸1を使って、2022年にタイムスリップしましょう。2022年11月といえば、プニプニ7周年イベントが開催されており、暴走エンマシクが強敵ボスにいた時期ですね。この時期は、キリム課金サブアカはアカウントを始めておりました。このステージでは以下のアイテムがドロップします。この中での一番のあたりは、8周年コイン G ですかね。けどまあノーマル秘伝書か、極楽経験 T 外なら勝利、どれがドロップしても大当たりでございます。さあ果たして一発目からは何が落ちる？ああ、必殺の秘伝書、まあまあのハズレアイテムがドロップしました。まあ極楽経験値とかよりかはまだマシですけどね。ですけども安心してください。チャエンからの招待状はまだあと5枚残っています。続いての招待状丸には、2021年7月のシリーズ8周年イベントへとタイムスリップ。ここでは当時のイベントでの強敵ボスであったリンネ祭りが待ち構えていますね。ここでドロップするアイテムはこんな感じです。やはり一番のお目当てはシリーズ8周年コインです。2年前のコインとはいえ確定で Z ランク以上のキャラが出てくれるので、普通にゴリゴリの当たりコインでございます。さあ何が起きる？ああ、今度は必殺の秘伝書。まあ、ノーマル秘伝書でも十分にありがたいですが、ここまで豪華なアイテムラインナップなら、せめてやはり、スキルボン G ボンコインのどれかが落ちて欲しいところ。そして続いては挑戦状丸3。今度は、2020年1月へとタイムスリップです。この時のイベントは最近のショートでも紹介した通り、あの、伝説の暴走シリーズイベント第1弾です。暴走エンマが仲間にできたイベントですね。そしてここでのドロップアイテム一覧は、こんな感じ。なんとこのステージでは、前代未聞のスペシャルコインダブルゼータがドロップします。このコインでは確定で、ダブルゼータを降臨させることができ、そのコインの中にはダブルゼータの暴走エンマもラインナップされているため、今回のこのステージでは間接的にではありますが、暴走エンマから暴走エンマをドロップさせることができます。さあ果たしてコイン落ちるか。ああ、今度は極楽経験値。限りなくゴミに近いですね。こんなのが落ちるくらいなら、やっぱり必殺の秘伝書の方がまだマシですね。続いては招待状丸4。2019年3月へとタイムスリップです。この時期まで遡ると、無課金サブアカどころか、本赤すらプニは初めていなかった時期ですね。ドロップするアイテムはご覧の通り、もうここまで来てくると、コインなんぞの贅沢なことは言わないので、せめて必殺の秘伝書極楽経験値以外のアイテムのどれかがドロップしてほしい。さあ果たして何が落ちる？え、もうすべてオラスミにかけましょう。招待状丸5を使って、リンネ討伐。いい加減極楽以外よ、落ちてくれ。